なぜこの試合になったかというとですね、ちょうどこの同じマッチメイクをですね、バトラーズの方で、何週間か前にやって、うちの石川という専務がですね、その試合を見まして興奮して電話してきました。いや、この2人の試合はもう絶対にその未来系の試合をすると、もう若いのに素晴らしいと、きっとそのなんていうか世の中にね、この2人がいることを知らしめないといけないんで、同じ試合をやらせてくださいということで強引な推薦があったんですよ。分かった、そこまで言うんだったら、この試合を組もうと。もっと気合いの入った試合をね、うちのリングで超前のところで表現してくれということで、伝えてくれということで言いました。思惑通りの試合してくれたと思いますけどね。第2試合、15分一本勝負を行います。青コーナー、173センチ、80キログラム、格闘探偵団バトラーズ、澤宗則。新たな格闘探偵へ、澤宗則。赤コーナー、183センチ、105キログラム、格闘探偵団バトラーズ、原学。こちらは最新型のバトラーズを見せつけると原学。さあ柴田さん、はい、第2試合なんですが、15分一本勝負、この戦い、原対澤、はい、村上和成の推薦試合ということになりましたね。はい、なんか2人ともそういうくつら構えですよね。あ、そうですね、今顔面を張っていきました。感情を表には出さなかった原。オレンジ色のスパッツ、右のローキックから入ったのが黒いスパッツの澤の方です。ビッグマウスラウド代表の村上推薦、12月18日に村上がバトラーズに参戦しましたね。その際にシングルマッチで戦っているこの2人なんですね。なるほど。それを受けてどうでしょう、村上のお眼鏡にかなったなということなんでしょうか。そうですね、どんな2人が、ね、戦い見せてくれるのかね。柴田さん、これ会場内もですね、どうやらこの2人の戦い、さあどんな戦いを見せてくれるのか、はい、実力者なのかどうか、はいはい、こう判断する、査定するかのような雰囲気に包まれているような気がします。今のところあれですね、気迫を前面に出して2人とも戦ってますね。いわゆるあのバチバチファイトなんていうふうに言われますが、はいはい、バトラーズといえば石川祐希、そして元は池田大輔もいました。そうですね、バトラーズもあのビッグマウスラウドとね、目指している方向性は似てるんですよね。同じ方向向いてるんじゃないですかね。思えば共通項が多いですね、はい。さあ、その通じるものの多いビッグマウスラウドのリング上、トップを取っているのは原学、23歳と若い選手、右の張り手、もう一発。プロレス界もですね、20代のもうバリバリの選手がどんどん出てきてもらわないと、はい、困りますからね。もう波が押し寄せてくるよというような感じになってくれたらいいんですが、はい、女子ゴルフもですね、はい、宮崎と愛さん選手とかですね、はい、横宮桜さんですか。そうですね、あのビッグマスターズの顧問をなさってるね、はい、あの横宮さんの娘さんですか、はい、やっぱり20代の選手がね、バンバン出てくるとですね、盛り上がってますよね。人気回復しましたよね。やっぱりプロレス界もそうなってほしいですね。今プロレス界にこそ必要な、はい、その元気、はい、それを2人がもうこのファイト見せてくれていますね。そうですね、柴田とかですね、はい、新日本中村とかですね、顔面蹴り、はい、ノアにもいっぱいいますよね。だからそういう選手の並ぶような、ね、はい、選手になってほしいですね、この2人はね。水車落とし、原が見せていく。そしてグラウンドの状態でスリーパーホールド、同締めも加わっている。あ、だいぶこの2人の戦いが場内にこう熱が伝わってきたようですね、はい、声援が多くなってきました。後方を取っています原。澤の方は26歳、こちらももちろん若い選手です。バトラーズジム B クラスの出身原が今腕を絞り上げられています。叩くようにして、ああ早い動き、ここから腕ひしぎ逆十字固め。柴田さん、早かったですね。そうですね、やっぱりキャリアはそんなにないんでしょうけど、やっぱりテクニックはですね、まあ、最初からありますね。技のつながりという面、一つこれ重視しているようですね、この2人、はい、そして原学の方はあの船木正勝氏の大ファンであったという情報もあります、はい。これは本当に下手な戦いは見せられないぞと、はい、船木選手はもう
会場に来てますよね。そのようですね、はい、この後予定では解説席、放送席にも加わってくれます。最後の動画もですね、はい、で会いましたけどね。そうですか。もうますますかっこよくなってましたね。あの本当にスーツ姿、はい、第一戦でもリング上で、まあ、あの若い頃から光ってましたけどね。あの早く戻ってこなきゃダメですね。さあこれ顔面への張り合い、そしてミドルキックの打ち合い、一発で流れを変えていきます。沢気迫と気迫混じり合う、ぶつかり合う。後方を取っていくのは原。さあここまでの展開なんですが、柴田さん、はい、バチバチ顔面を張っていくようですと、沢組み合うと原かなというような感じがするんですが、お客さんのヤジの具合もね、なんか昔の新日本プロレスの前の方の前座時代の方の感じですね。なんかね、あの昭和プロレス前座の戦いから非常に熱かったですね。そうですね。でも派手に飛んだりなんかしないのにね、はい、本当にできるんですよね。あの蔵前国民館、ああこれはサッカーボールキック3発。これに対してはこのままでいられるかと差は突っかけていく。右のミドルキック、うまく距離をいなすようにしていたか原。逆にローキック、左ミドル、のてっぱら、3発、4発、まだ行く、まだ行く、今度は張り手、膝をついた、ダウンとなりました。本当にこの辺りのやり合いもまさに昭和の新日本プロレス第一試合、第二試合、はい、まだヤングライオンという言葉がなかった試合のファイトも、そうですね、こんな形でしたね。いやもうほうき持って猪木さんが見てましたからね、とんでもないことはちょっとね、気抜いたりしたら大変なところになりましたよね、はい、よく殴られたという話聞きますが、はい、今フロントのスリーパー、その状態から足をも制していこうとする、外しました、膝を入れていった原学ぶ、この体勢、前方回転から沢です。あーこの蹴りだ、蹴りだ、ガンガン蹴っていきます。まさにこれが沢なりの突破地ファイト、場外エスケープ、たまらないのは原学ぶ。いやビッグマウスラウドのこの会場、後楽園ホール、ファンから大きな拍手が巻き起こっています。これお客さんの心をつかみつつ、さらにつかみつつありますね、この状態。本当にね、あの会場のムードがね、はい、昔の新日本プロレスそのものですね、これね。場外カウントが数えられています。今場内を伺う、さあ原学ぶ、気合いを入れて仕切り直しとなったようです。強烈なミドルキック、そしてミドルハイ、ハイキックだ、危ない危ない。この状態からもう一発狙っている肩口のあたり、これもダウンを奪っています。いや柴田さん、ね、一打一打思い切っていってるんですね、原の方は。いやもう当然ですよね、もう一撃ヒットが一番ですよ、もう、はい、一発で決めちゃうんですよね。いやまさに新日本プロレスの源流とバトラーズのその心意気、共通項を数々見出すことができます、この戦い。回転していきます、ニールキック、沢の方が打ち込んでいく、原が175センチ、沢が173センチ、右の前蹴りのような形になりました。原の蹴り、そして後ろ回転、あ右ハイキック、蹴りにも伸びがあります。沢は立てるのか、立てるのか、どうか、カウント6まで、7までいった、なんとかファイティングポーズを取っています。柴田さん、これ原はチャンスの時間になりましたね。いやもう一気稼ぎに行きたいんですけど、粘りますね。あそうですね、これです、流れ込むような右のエルボーもあった、顔面への蹴り、もうこの2人の戦い、顔面蹴りがもう当たり前ですね、はい、いや恐ろしい戦いになりました。いやもうなんか顔がね赤くなってますけれども、はい、明日起きたら大変なことになってるんじゃないでしょうかね。内出血ということがあるでしょうね、はい、立ち上がっています、立ち上がっています、 D
リング中央、首相撲からの左膝、原が打ち込む打ち込む、そしてこの試合2度目のスタンド状態フロントスリーパーになっています。腕も絡めていっていますね、はい、締め上げます、締め上げます、耐えることができるか、さあブレンバスターの対戦になった、フロントネックチャンスリーのヨーローだったか、そして腕すぎ逆十字固め、耐えられるか耐えられるか、あ柴田さんこれリング中央、予想は最高ですね、そうですね、はい、ひねりを加えていく原学ぶ、あとは沢がしのげるかどうか、苦しい体勢になってきた、ロープに右足が届いています、なんとかロープエスケープがなっています。さあ過去には全日本コンバットレスリング選手権大会出場の実績のある沢、蹴りを受けています、苦しくなったが、その蹴り足を掴んでワリアットに対して回してジャーマン、投げっぱなしのスープレックス、原学ぶ後方に回った、決めにかかるか、決めにかかるのか、スリーパーホールドです。さあどうだ、バッチリ締め上げているようには見えます、渾身の表情で原学ぶ、しかしこれもロープに手が届きました、少し位置が悪かったですね、はい、今は粘りますね、粘ります、はい、攻め込んでいくのは中盤以降原学ぶ、しのいでいるのがこの蹴りを見舞っている澤です。10分が経過しています、長打をかわしてバックの取り合い、再びのジャーマー受けません、円錐切り、ジャンピングのハイキックから足を掴んでドラゴンスクリュー、あーこの辺りの戦いぶりも技の引き出しありますね、澤、はい、飛び込んだシャーニングウィザード、いや驚いた柴田さん、飛びましたね、あーしかし三角蹴り、三角締めです、三角締めは原学ぶ、シャイニングウィザードを沢が繰り出せばグラウンドでは原学ぶ、足本の地固め、フィギュア4レッグロックの体勢に持ってまいります、沢レフィリーが伺うが、どうだ柴田さん、これ裏返しにするようですと、はいはい、この攻防も懐かしいですね、そうですね、なりません、なりません、今度は苦しくなったのは原、この表情です、両者とも上半身下半身腹部筋肉がその筋が浮き上がっています、ロープブレイク、さあどうだ、この戦いは15分の一本勝負、村上和成の推薦試合、また全体重をかけたエルボーを打ってきました、ツーツキヘッドバット、両者ダウンになっています、顔面にモロに入った妙な音がしました、鼻っ柱に切ったような気がしますね、ボコッという音がしました、立ち上がっています、カウント9、この仕切り直しの部分大切です、残り時間3分を切っている、飛びつきの腕ひしぎ逆十字決まった、一進一退の戦い